今日は卵焼きやります。うちの卵焼き、厚焼き卵ですね。うちは2種類卵焼き使ってるんだけど、薄焼きと厚焼きってやつ。今日は厚焼きをやります。まあ、よくある一般的な卵ですね。卵焼きっていうか、寿司屋さんにある。お寿司屋さんの卵焼きって、一般家庭で作るものとなんか材料が違ったりとかってするんですか？基本的にうちのはほとんど同じ。あんまり変わんない。だけど、まあ、伝統的な作り方、まあ、うちはもう一つ種類があるんだけど、薄焼きなんかは、まあ、エビのすり身とか、山芋入れたりとか、ちょっと一般的なものとは違うものもある。今日やるのは、一般家庭と同じようなものですね。だしも、今卵割り入れました。で、これだしですね。入れます。これ調味料は、普通の鰹だしと、砂糖、酒、みりん、醤油。それだけです。まあ、ちょっと甘い。あと、卵と出汁の割合がだいたい3対1ぐらいになってますね。まあ、ざっくり言うと、この卵は 600cc ぐらいあって、まあ、出汁が 200cc ぐらいって感じかな。まあ、これより、まあ、和食の卵、出汁巻き卵とかだと、まあ、5対1とか4対1とかにしたりするんだけど、卵焼き、寿司屋さんの場合はどうしてもご飯と一緒に握ったりするんで、あんまり出汁が多いと握れないというかびちゃびちゃしちゃうんだよね。3対1は限界と言われてます。それでもかなり出汁の香りしますね。まあ、そうだね。出汁残ってきます。どうなんだろう。あんまり家で、あんまり、なんだろう、よく知らないんだけど自分が。一般の家って卵焼きするときで出汁で割るのかな。まあ、割らなくてもできるよね、卵焼きって別にね。お弁当の卵とか別に出汁入れてない人もいるよね、多分。どこのお寿司屋さんでも自分たちで卵焼きって焼いてるもんなんですか？まあ、焼いてるところは焼いてるし、焼いてないところ買ってきてるときもあると思う。買ってきてるところもある。うん、貸し玉って言って、貸しに卵焼き屋さんあるから、そういうの売ってるのを買ってる人もいるし、思います。貸し玉っていう名前がついてるぐらい一般的なんですね。そうだね。で、まあ、ときました。で、僕は、この、まあ、僕はビーターとか泡立て器とか呼ぶんだけど、まあ、これできっちり、こう、なんていうのかな、白身と黄身をしっかり切って合わせるというか、まあ、あと、箸でやって、白身と黄身をあんまり分離させない人もいるんだよね。まあ、考え方いろいろあるんだけど、僕はまあ、しっかり合わせていかないっていう、こういうやり方をする。こう、なんていうのかな、白身と黄身がきちんと混然一体となった状態。こういう状態にします。はい、じゃあ焼きに行きます。少しね、まあ弱火で、まあ僕なんか5分、10分ぐらいかな。こうやって油に馴染ませておくっていうのかな。結構油入れてますけど、これを使うってこと？これはね、最初にこう馴染ませるんだけど、これは出しちゃうね。でも、こういうので、このナスにしっかりきれいに油を馴染ませるっていう感じかな。これは、まあ、余分な油を。馴染ませるために、あれだけの油を入れるんですね。そうですね。これぐらいになったら、火を上げます。火力をかなり高めでやるんですか？かなり高めだね。うちはちょっと独特なぐらいだね。はい、このぐらいになってきました。普通ではこれオーバーですか。あ、でもうちはこのぐらい火入れます。強火にすることで味の変化とかってあるの？うちはまあ見ての通りどうするか分かんないけど、とにかく焦がす。
香ばしさが増すし、そんな感じで。あ、じゃあこの色とか香ばしさが赤坊主さんの卵焼きの特徴です。よそにから持ってくる。わかるかな、これ今上下にこの部分の卵って勝手に熱が入っていくわけだから蒸されてる状態なんだよね。それを鉄板の上と下にこう入れ替える。全部焼き切るって感じ。そういうイメージ。そしたら返します。私はね、普通にね、たまに滑るんだけど、昨日はこういう焼き方するとね、なぜか滑らない。だから2人移動させる。めちゃくちゃ焦げてる。あ、これでもいい。この焦げがあることによって味の変化が。そうだね。また坊主さんの特徴が出てくるって感じ。そう。わざと焦がしてる。うちの卵はね、焼きたては美味しくないんだね、正直。冷やして冷たくしてから美味しくなるように焼いてるんだよね。じゃあちょっと時間を置くんですかね、うん、1日寝かすね、うん、3日ぐらいは一番美味しいね。全部使っちゃうんですか。そう。大体卵は結構で 600cc ぐらい、だしが 500cc ぐらい、3対1の割合ぐらいです。入ってるものも入ってる調味料の割合も普通の寿司屋さんとほとんど変わりません。ただ焼き方がちょっと独特なので味が全然違います。やっぱり味の違いというのは香ばしさっていうのが特徴。そう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 。お返しします。最後に成形して蓋に取って、はい、出来上がりです。こんな感じ。はい、
完成。